なんか貧打で打てなくてね、全然貧打で、私も40年ぐらいあのファンをやってますけど、まあ、ここまで打てる打てない時があるのかとかね、やっぱり長いファン歴長い人がここまで打てねえのはちょっと見たことねえんじゃねえかみたいなね、そういう話題で溢れてる、まあ、実際のところ一色と言っていい感じですね。打てねえ打てねえと、まあでもね、実際冷静に考えてね、そんな言うほど打てないのか打てないのかっていうのをちょっと調べてみたんですね。リーグ平均との差を調べてみました。そうすればね、まあどんなもんかっていうのはおおよそね、はっきりするので、それがこちらです。じゃーん、ね、リーグ平均との差、得点がなんとマイナス142点。これトップのチームとじゃないですよ、平均とですまあまだね全部終わってないんで、144試合に換算したら今のペースだとこうなるってだけなんですけど、で打率は貢献してます。だいたい1分6厘しか差がないと、うん、ホームランはちょっとひどいですね、54本の差でね、これ前の比べると、例えば統一球でよく言ってた落合さん優勝した時、まあ確かにねリーグ打率6位、得点力6位ではあったんですけど、こうやって見るとね、まあ全然、要はそんな低くないんですよ。あのリーグで比べて。リーグ平均と比べても、得点の差はマイナス34点、たったの。まあ、打率なんてね、最低とはいえ、もう別に大したことないですよ。1分4厘しか差がない。ホームランに関してはね、プラス1本、リーグ平均上回ってますからね。うん、言うほど頻度じゃなかったんですよ。あのね、偏差値で考えると。うん、こうやって見ると今年の2021年、言うほど貧打かって言われてましたけどね、どうでしょう、言うほど貧打ですね言うほど貧打、歴史的なギャップって上に書いちゃいましたけどね、もうこれちょっと歴史的にも程がある、ズバ抜けましたね。ちょっと今まで見てる中でね、貧打貧打って言われてる時をね抜き出してみたんですけどね、この2001年が唯一ね、まあ近かった時期かな。まあ、94点という平均との差。ホームランも全然ダメと。この時がなかなかね、競ってますけど、まあ、2021年の足元にも及ばないぐらい。歴史的な頻度ですね、こりゃ。笑うしかないと。楽しみましょう、ここまで来たらね。なかなかそれを今後の糧にしていかないといけないんじゃないでしょうか。はい。楽しみましょうというのも無理ですけど歴史的な事実をちょっとね数字で見るとでかいなと思います。まだ試合ね、まだシーズン終わってないんで、今後どうなるかは分かんないですけど、こんな感じです。つうことで、まあ数字だけ見てもせっかくね面白くないんで悲しいだけなんで、まあちょっとその頻打だった時代をそれぞれどんな感じだったか見てみましょうか。まずはそのね、一番頻打かなって言ってた2001年のメンバーとか見てみましょうか。こんな感じなんですけれども、ラインナップは意外とね、選手の名前見るといい感じがする。福留、井端、立浪、ゴメス、山崎、春さんがいますね。今の春コーチ、二軍コーチで、井上さん、今のね、あの阪神のコーチですね。で、中村武さんというところですね。こうやって数字を見るとですね、意外や意外、そこまでむちゃくちゃ悪くもね、ないなっていうようにも見えなくもないんですけれどもね。まあこの2001年っていうのはご存知か、ご存知じゃないか、若い人はちょっと知らないかもしれないですけどね、当時ね、あの球が飛ぶ時代、ラビット全盛と言われてた時代なんですよね。だからこうやって見るとね、今の数字からするとホームランね、19本20本打ってる選手がいてすげえなって思うかもしれないんですけどね、当時ね、他のチームはみんなね40本とか30本とかザラにいたんですね。その中でこれっていうことで、他のチームと比べると大きく差を広げられてしまったと、そういう年ですね。うん、まあこの辺りですね。だからやっぱり僕も思ってたんですけど、名古屋ができて1999年かな、一回優勝はしたんですけどね、あの年だけが結局良くて、他の周りの年がね、まあ基本的には苦しいそういう感じでした。昔のドラゴンズってそんな感じなんですよね。ずっと10年に1回ぐらい優勝して、でそれ以外の年はだいたいね、まあ3位前後そんな感じ
まあ、まあ、そういうとカラーがあったチームですね。毎年優勝しようっていう気配はやっぱりなかったんですね、当時。まあ、今もそうかもしれないけど、思い出しますね。はい、で次はよくね、あの頻打というと議題になる2011年を見てみましょうかね。2011年はこんな感じなんですよね。あの統一球なんでね、下等球、統一球って言ってもさらに違反球っていう年の初年度です、この年でね。ラインナップ見るとやっぱり黄金期みたいな感じなんですよね。荒木、井端、森野、和田、ブランコ、平田、大島さんで、若い時のね、平田さん、大島さんがいるんですよね。で、谷繁さんというところですね。まあ今見るとここもやっぱり統一球とはいえね、ホームラン2桁打ってる人が4人もいて羨ましいなと思う可能性もあるかなという感じがしますけど、まあね、ここに盗塁とかも書きましたけど、まあ、盗塁っていうのも結局ドラゴンズはね、ずーっとね、機動力言う割には盗塁をね、高い数字出してたの結局のところね、荒木さんぐらいなんでねやっぱり盗塁っていうのはね、あの指導でどうにかなるというものではなく、まあ、選手の能力依存してんだなっていうのがはっきりわかりますね。この年このあたりでもね、結局のところみんなが盗塁しまくってるわけじゃないんですよね。そこは幻影なので、ちょっと直さないといけないかなと思うところですね。で2011年見るとですね、まあ確かに得点低いんですけど419点、でもセ・リーグの平均もね、もうむちゃくちゃに下がってるんですよ、453 ね、ホームランなんか81本ですよ平均でね。他の球場なんかみんな狭いですよ。それでね平均出して、ドラゴンズの方がね打ってるぐらいなんですから、この年を頻打っていうのはちょっとね、まあ確かに頻打は頻打なんですけれども、頻打で優勝したっていうのの誇張になりますね。全部のチームが頻打だった、その中でドラゴンズも言うほど、まあ偏差値で言うと悪くないですよって、そんな感じですね。おおよそ中間ぐらいのチームだったという感じはしますね。あの極端に悪いことはなかったと、そういう感じです。はい、あと最近の例で言うとね、去年はまあ今年と似たようなもんというか、まあね、メンバーほぼ一緒なんで今年みたいなもんとしてちょっとカウントしませんでしたけど、最近の例で言うと2015あたりもひどかったなとね、私もちょっとここら辺はよく覚えてるっちゃ覚えてる。もうちょっとね、あの野球自体がなんかもうね、つまんなくなっちゃったっていう感じが非常にしたんで、まあそりゃそうですよね、落合黄金期の直後なんでね、谷繁さんがすげえかわいそうはかわいそうなんですけどね、まあ言ってることもちょっとね、やっぱり時代の変化になかなかちょっとついてってんのかなっていう気配はちょっとしたなという感じですね。谷繁さん自身は個人的にね、そこまで頭が固いとも思わなかったんですけど、周辺の人がちょっと硬すぎるわと思いましたね。誰とは言わないですけど。で2015年、こちらですね。まあ実際のところ、2011年と一緒でそこまでひどくはないんですけど、まあ顕著に長打力が落ちたなという感じがします。その分ね、得点力も下がってるというところなんですけど、それはメンバー見るとこんな感じですね。大島亀沢大島亀沢、平田瑠奈、森野エルナンデス、藤井杉山。杉山さんは次の年に大ブレイクしてるんですけどね、まあ大ブレイクというか中ブレイクというか、ちょっとそこら辺の表現は難しいですけどね、この辺りがちょっとよくわかんないんですよね。結局のところ今につながっちゃってると思うんですけど、いわゆる名古屋向け中距離目指したっていうんですかよくわかんない、未だによくわかんないんですけど、ルナとかエルナンデスとかやっぱり長距離砲じゃないんですよ。ブランコがその前に結局ね、統一球になって名古屋でもホームラン打てなくなって、まあね、横浜行って、まあ、狭い球場だと全然ねやっぱり打てるんですけど、名古屋でもちょっとおかしくなっちゃってバッティング自体が。でまあこれからは多分ね、ルナみたいなアベレージ残すチャンスに強いバッターだろうみたいな、確か当時はそんなようなノリだったと思うんですけど、まあルナ自体はね全然悪いバッターでもないんですけど、まあ長打はまるでない本当ないいう感じでしたけどね。こんな感じでしたね。ホームラン8本、エルナンデスの方が打ってるぐらいですね。まあこのね打線が
結局のところ今につながってんのかなという感じですね。うん、盗塁も結局のところこれくらいなんですよ多分。その本当にスペシャリストを入れないと。大島さんは盗塁ね、盗塁王にもなってますし盗塁できる方ですけど、まあそれくらいで、多分未だによくねやっぱり脈々と受け継いじゃいますけど、亀澤さんとか平田さんとかね、まあ盗塁ができなくはないんだけど、例えば大島さんみたいに30個40個狙えるタイプでもないみたいな、そういうバッターがですね非常に量産されてるんですねドラゴンズだと。本当に大島さん、ようやく高松くんがねその殻は破りそうな気配ですけどね、未だにここがいっぱいいるというところがね、まあここでこの時代にちょっと完全に根付いたなという感じ。そこがやっぱりね、なんとも中途半端なチーム構成になっちゃってるなという感じですね。この時期にだからメンバー見てもですね、やっぱり将来の大砲っていう候補がねちょっと見当たらないという。平田さんも結局多分当時僕も見てましたけど、これくらいが多分ねベスト13本って多分できすぎぐらいな感じだったんですよね。やっぱり体もそんなに大きいタイプでもないので、どうなんでしょうね。未だに本当にねスタメンに長距離砲っていう人が出てこない、特に若手が出てこない、一緒ですねこの路線好きな人いるはいるんでしょうけどね、少ないと思うんですけどね、どうなんでしょう、ちょっと分かりません。私には人によって好みは違うと思うので、うん、まあまあこの結脈が続いてるという感じですかね。分かりません。あとせっかくなので名古屋球場時代でちょっとね、まあ大昔の戦後とかはもうちょっと数字自体が全部ねボロクソだったりする時はあったんですけど、そこまで遡ると参考にもなんないのでね、まあ近代でいうとこの1992がちょっとねリーグとかと比べて悪かったんで、まあ拾ってみました。高木さんの第一次政権の時ですね。私もこのね何年か前にファンになったぐらいだと思うんですけど、メンバーはこちらですね。うん、清水種田、立浪、落合、パウエル、大砲、中村、そして前原さんというね、うん、なんかまあこの2年後に 10.8 があるんでね、そのこの次の年まで落合さんはドラゴンズにいたんですけどね、まあ実際のとこも晩年という感じで成績結構ここでもうすでに低いですけど、まあそろそろ終わるのかなっていう気配はあったんですね。まあ巨人に行ってね、やっぱりもう一回息を吹き返したというか存在感を示しましたけど、ちょっとドラゴンズでモチベーションを失ってたのか、なんかこう怪我をしてたのか分かんないですけど、ちょっと数字はだいぶ落ちてた時期です。はい、でこれ見るとですね、まあ数字自体はむちゃくちゃ悪くも感じないという感じでもなくもないような気もするんですけどね、まあいかんせんこの時代名古屋球場時代ね、まあ名古屋球場だけじゃなくて広島市民、神宮どうだろう、阪神はこれはまだラッキーゾーンがあった時代ですかね、ちょっと詳しく調べてないですけど多分ラッキーゾーンがあった時代だと思います。で横浜スタジアムと、で東京ドームがねセリーグの中で一番広すぎて、広すぎるよって言われてた時代なんですよね。軒並みやっぱり各チームには30本打てる選手っていうのが1人2人はいたし、まあ蛇行な時代だったんですけどね。 なのでこの1992というのは、まあ、パッと見そこまで悪くないように見えて、他のチームとの比較をすると、まあ、結構悪いという感じになっちゃったかなと思います。で全部まとめてみると、もう一度戻りますけどね、こちらですね。まあ歴史的な、とんでもなく歴史的なギャップが出てきてますね打率だけで言うとそこまでひどくないので、やっぱりね問題はホームラン、まあホームランだけじゃなくて実際のところはね、長打力OPS そこら辺が違うんだと思うんですけど、ちょっとね OPS 全部出せなかったんで申し訳ないんですけれども、まあ、140点の差というとね、平均に対して、要はリーグの平均に対してマイナス1点ですからね、ちょっと深刻ですね。来年これは改善するのかというところがちょっと謎です。ちなみにですね、まあ、調べてもらえばわかるかと思うんですけど、ここで挙げた、まあ、頻打の歴史的頻打を出した時代ですね、翌年改善したかというと
基本的には改善してません。残念ながら。はい、そんなところなので、2022年もじゃあいきなり良くなるかっていうことは多分期待薄ですね。やるとしたらもう本当に、まあ、ちょっとやそっとのことじゃない。メンバー入れ替えるとかそういうことじゃない。やっぱりですね、どちらか球場を狭くするか、飛ぶボールを使うか、まあどっちかだと思います。飛ぶボールを使うことはね、多分、ね、球界全部が合意しないと実現はなかなか難しいと思うので、実際にはね、改善するためには、ちょっとや外の時間ではどうにもならないかと思います。140点の差だから、まあ選手でいうところの150点近いマイナスなんで、クリーンナップの3人がそれぞれ今の打点プラス50をしてくれるぐらいやんないと、それでようやくリーグ平均ですからね、ちょっとどんだけ差がついてるんだというところですけど、まあそもそも今のラインナップ見てね、ビシェード以外のクリーンナップの残り2人を答えろっていうのがなかなか難しい問題になってますからね、かなり難易度高いね、問題ですよね。誰、大島さんと、まあ、周平さんなのか、福留さんなのか、福田さんなのか、ガーバーなのか、ちょっと分かんないぐらいですもんね。なかなか面白い状況かと思います。はい、とはいえね、まあ何かしらのやっぱり原因があると思います。まあ、一番簡単に考えられるのはやっぱり選手の能力不足。普通だったらね、ビシエドほどじゃないにしてもそこそこ打てる外人が多分もう一人いるはずですし、で、ね、日本人でもまあそれくらいの選手、まあ、名古屋ドームであろうが、まあね、70打点80打点取れる選手がやっぱり一人二人はいるはずぐらいなんですよね、本来であれば。で、そこがいない、要は主軸の3人ぐらいがいないという状況なので、なんとかそこを作んないといけないですね。これは急務というか、絶対にやんなきゃいけないこと。まあ、1番2番タイプとか、そこら辺は守備固めとかそこら辺は多分いっぱい候補がいるので、そこら辺は全然不安視はしてないんですけどね。打点が上げられる、まあ、長距離打てる、ホームランじゃなくてもいいんでフェンスに届く球が打てる、そういうバッターを3人ぐらい来年用意しないと、まあこれどうにもならないと思います。頑張ってください。むしろ楽しみね、やることがいっぱいあって楽しみですね。はい、そういう感覚も、なんか今回の動画なんか悲しくなる ばっかりでオチがないのがちょっと寂しいんですけどオチなしです。オチなし。まあオチはね、来年実はこれすごい大逆襲でリーグ平均を上回る得点力でチームになりましたみたいなのがあるかもしれないので、そういうオチを期待しながらこの動画終わりたいと思います。また見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは。